重野の正し主は、平安時代初期の苦行。生は、スクネのチアーそん。終わり種、主げの家の次男。下には、生四位下、三義。平城朝の大道二年に、文章生に求代する。公認二年将来期、公認六年代内期と、佐賀朝にて内期を務めた。早くから司祭が認められ、直線監視集、両運集に二種が再録されると、 公認9年に洗浄された文化修礼集では、その編纂に参画している。公認11年外、15位下、県稲バスケ、翌公認12年十5位下、年頭に助任される。順那町に入ると、公認14年交代し、正義親王の東宮学士に任せられ、また同年には父、家分けと共に、つ根ねから、阿尊星に改正している。 天朝6年には、十五以上に少女。また、ジュナーサでは、漢州、渓谷州二十巻の編纂に参画し、古今の文章を分類した日本最古の百科辞典、皮膚略戦艦を専修している。天朝10年、正義親王の即位に伴い生五以上と二回の課、女を受けると、翌女は元年四に位た、女は六年十四位以上と順調に昇進する。またこの間、 内蔵党、宮内大輔、兵部、大輔、男女大筆、大倉卿を務める傍ら、下草守、相模守、山和守、佐貫神と地方官を兼ねるなど、内外の多数の官職を歴任している。上和9年には、参議権指部大輔に任ぜられて苦行に劣した。上和11年には指定を寺として、寺園寺を建立した。 丁主は座禅の合間に方々を巡り歩き、人々に慕われたという。上は十二年、弁義十四次を陳述。下唱二年区内教を兼ねる。またこの間の過剰元年、山崎橋の修復のために派遣された、安倍康と源博氏に同行している。下唱三年、門徳天皇の即位に伴い正四位下に除せられ、同年相模神を兼ねる。年興奮に、 独創を病み、御事のりにより、医薬をたまもの組みされるが、葬儀は質素に行うようにとの異界を残して、間もなくジオン寺に師書院で没する。その死が伝わると相席しないものはなかったと伝えられる。22年2月8日即居。去年68。最終官位は、三義聖四位下行区内京圏相模神。身長が六尺二寸の長身。元来土量があった。 生まれつき思いありがあり情け深い性格で、話をする際に人を傷つけることのないよう気遣いがあった。また、人々を推挙してその能力に応じて引き上げたという。長女の縄子は、非常に穏やかな性格で立ち振る舞いも整っていた。ことから、人名天皇の女子として、ことに調愛を受けて、本皇親王、時子内親王、八和子内親王の三王子女を生む。また、 下の娘の奥子は養子に優れて、門徳天皇の寵愛を受けるところとなり、これもおもんみひこ新郎、能子内親王、勝子内親王の三王子女を生んだ。こうして、邸主の家は、外村として、多数の婚女,女を得て繁盛したが、これも邸主の思いやりがあり情け深い性格のおかげで、あると世間の人々から評判になったという。中気のないものは、六国士による。 ありがとうございます。